アップフェルドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す、町村で、ライヒリング行政共同体を構成する、自治体の一つである。アップフェルドルフは、ランツベルクアムレヒ、ショーンガウ、バイルハイムイオーバーバイエルンの間に位置し、レヒ川沿いのいわゆるレヒライン地方に含まれる。この町は、公式には8つの地区からなる。 このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は1972年までショーンガウ軍に属していた。1978年以降、ライヒリング行政共同体の一員となった。アップフェルドルフに関する最初の文献上の記録は1305年になされた。交換されたものでは1313 13年のアウクスブルクの文書が書出である。 2001年に設立され活発に活動しているアプフェルドルフ成立史に関する郷土史グループの研究によってアプフェルドルフ主催区文書庫から古文書が発見されたのである。ここにはポリング修道院のアウグスチの会修道院参事会の代表を務めたフランツ・テップルスによる18世紀中頃最初に言及した記録はこの文書の中に完全な形で残されていたのである。 それは1305年に記述されたもので、ポリング修道院がアプフェルドルフシサイクに所領を持つことが記録されている。こうした記録文書の断片はミュンヘンのバイエルン中央文書館にも収蔵されている。売買証明書及び寄贈証明書によればハインリクスです。エンニスとその妻であるエリザベートデビハインは ポリング修道院に関する権利をアップフェルドルフ司祭に一部寄贈し、一部売却した。ハインリヒホンエンとエリザベート・ホンバイルハイムはアップフェルドルフの教会参事会員でもあり、アップフェルドルフの歴史は、この最初の記録の時点から始まったというわけではない。この法的手続きは1305年3月12日にベッソブルン修道院で執行された。 この時の立ち会い人の中にドミヌス・ヘインリカス・レクター、アクリーズ・アイン・アッファロー・ドーフが記録されている。ハインリッヒ司祭はこれによりアップフェルドルフのポリング、修道院の初代修道院司祭となった。アップフェルドルフの司祭とポリング修道院の緊密な関係は1803年の世俗化まで続いた。古文書に古くからの上官と裁判所と記述されている。 ラウヘン・レヒスベルク保護裁判所もアプフェルドルフの歴史と分かちがたく結びついている。レヒ川沿いの起伏の多い山にちなんで名前が付けられた。この保護領はアプフェルドルフ、ビル・クラント、キンザウ、パイセンベルク、ライヒリング、シュタットル、ムントラヒングをその管轄下に置いた。ラウヘン・レヒスベルクは1705年のバイエル民衆法規の主要な指導者であった。 イエーガービルとフォンミュンヘンが捉えられていたことでも有名である。世俗家によりこの保護裁判所はショーンガウ地方裁判所に併合された。この他のアップフェルドルフはデヒライン地方の多くの町と変わりない。戦争、ペスト、突然の嵐が乏しい生活の糧を奪った。経済構造は1900年までイカダ流しと農業が主体であった。アップフェルドルフのイカダは 木材や加工製品をウィーンやブダペストまで輸送していた。現在のアップフェルドルフは人口1000人ほどの町で、レヒカワ沿いの魅力的な場所にある。町の行政機構はこの田舎の風景を保護している。700年歳には予想されていた5000人を上回る来訪者があった。アップフェルドルフ精霊教区協会は、ズ妻屋根をいただく高キロマネスク様式の塔。 高期ゴシック様式の内人室、バロック様式を模倣した蝶堂を有している。1747年に建設された美しいホールを有する被災官の席。ありがとうございます。